昨年ブッシュ大統領が日本の京都を訪れました。このように二人で会見しました。私は一部の考え方の中に日米関係の損なわれた分はアジアはじめ他の国で補えばいいという考えがあるが、私はそういう考えを取らないと言いました。日米関係は良ければ良いほど中国ともアジアとも各国ともいい関係を結ぶことができるんだというこの発言を捉えて、マスコミの一部は誤解曲解をしました。どういう曲解をしたか。日米関係が良ければどこの国とはどうなってもいいという極めて悪意に満ちた誤解を流しております。よく読んでいただきたい。そんなことは一つも言ってないんです。日米関係と同等の重要性を持つ国は世界の中で一つもないということを言ってるんです。日米関係を損なって他の国と損なった分を補おうという考えは持たないと言ってるんです。日米関係を良くしながら他の各国とも良くしようと言っていくのが私の考え方であります。そういう観点から日本は戦後驚くべき発展を遂げましたのも、これはあのアメリカとの反省を反省し、アメリカとの友好関係を保っていこう、そして今日まで発展してきたんです。今後世界の中の日米同盟というのは二国間の友好関係を発展維持させながら世界のさまざまな問題に協力して取り組もうということであり、これからも対米重視、これは変わらない。対米重視は各国との関係を軽視するものではありません。そこを間違えないでいただきたい。